東日本大震災で、大きな被害を受けたわけなんですけども、その後漁業が再開して、秋鮭、サンマ、スルメイカ、こうした主要魚種がですね、徐々に回復してきてはいたんですけども、近年の海洋環境の変化の影響ともありまして、特に秋鮭はですね、震災前の水揚げの2%程度まで漁獲が落ち込むなどしまして、またあとサンマスルメイカもですね、全国的な資源の減少に伴って水揚げが落ちていて、ほとんど取れていないというような状況になっています。平成の21年の、数量でいきますと、一番の水揚げが4万5千トンほどありました。で、最近のデータ、令和4年、トータルで2万トンということでですね、4万5千トンから2万トンまで、減少が続いているということになっています。市の方の主要魚種ということで、まず一つは、鮭。秋鮭ですね。これは従来から種苗を育成して、放流という、増殖事業ということで、ここまでやってきているということで、その鮭を定置網で取るというのが主な産業の一つになってます。放流はしてるけども、なかなか思う通りに帰ってきてないっていうのが一つあります。これは全国区の話ですけど、サンマ漁ですね。取れる場所がもう公海上、かなり遠いところになってきて、漁網も薄くなっているということで、かつては三陸沖で漁場、好漁場ということで、そこから近い宮古という港、そこから全国各地にという流れもありましたけれども、今は魚そのものが取れなくなってきているという部分がございます。イカとかタラですね、こちらについても、同様な右肩下がりの傾向ということで、こういった主要の4魚種っていうの減少っていうのが非常に大きい。これによって、さっき申しました4万5千トンから2万トンぐらいまで減少していると。で、最近魚種交代とかいうことでも言われてましたけど、一方で暖流系ですね、イワシとかサバとか、そういった部分は、数量的にはですね、増えてはきて、魚、市場に上がる魚も変わってきているというような状況です。海水温の上昇だけではなくて、複合的な要因があると思われるんですけども、まず第一は、特に秋鮭に関しては、津波で孵化場が被災をして、稚魚の放流数が一気に減ってしまったっていうのが一つのトリガーです。で、そこに春先の水温が上がるなどして、稚魚がストレスを受けたり、あとはプランクトンが、餌となるプランクトンが減ってしまったり、それで北上回遊する稚魚が、初期減毛してしまって、回帰率が低下しているっていうことが挙げられるので、複合的な要因ではあるんですけども、海水温の上昇っていうのは大きな要因の一つだと考えています。で、この昨今、温暖化によって磯場が変わって、磯焼けという言葉も聞く機会も増えているということだろうと思います。アワビについてもですね、21年時には100トン以上取れてた。で、ところが、今年令和4年の実績だと30トンぐらいです。なので、3分の1以下に減少してきている実態もある。これはアワビの餌になる昆布、海藻ですね、海藻が磯場に少なくなっているという状況ということで、一つの原因として、そういった温暖化、本来であれば1月2月に冷水帯が寄って、それによって摩耗させるという効果があったものが、なかなかそこが入りづらくなってきておるというのが一因だろうと言われている。あるいは食欲旺盛なウニですね、これが少しある昆布を食べてしまうという部分も言われているということで、ウニについてはですね、あまり過密にならないように事前にウニを取って、そして陸上で給餌をして、身を肥やして商品にしていこうというような取り組みが一つあって、昆布のハモについてはですね、人工で大きく育てて、それを磯根に移植すると言いますか、そしてそこで自然に大きくしていこうとかですね、少しでもそういった
環境をですね整えようというような取り組みも、まあ、これまでやってきたというような経緯があります。県としては、まあ、現状を踏まえてですね、まあ、3つ取り組みを進めているところがあって、で1つ目がまずは鮭とかですね、あの主要魚種の回復をしていくことが1つ、2つ目が、新たな魚類養殖、まあ、あの海面でのサーモン養殖とかですね、そういった新たな取り組みをしていくこと、で3つ目が、イワシとかサバとか、あの多く取れ始めた魚種の有効活用ということで、環境変化に対応しつつ新しく取れてくる魚を、まあ、どんだけ活用できるかっていうところ、まあ、両方ですね、取り組んでいくようなところでございます。温暖化等で春先の海洋環境が非常に鮭の生育に適してないという状況になってきているので、まあ、このため県と漁協とそれから鮭マス増殖協会ではですね、まあ、稚魚を早く春先の高水温が来る前に放流して、でかつ大型で強靭な稚魚にしてですね、早く北上できるような取り組みを進めて、なんとか資源回復ができるようにというふうに考えているところでございます。一方で海洋環境の変化でどうしてもダメな場合は新しい魚種っていうことも考えていかなきゃいけないので、まあ、海面の養殖とかトラウト養殖とか、あとは新規魚種としてはアサリとかですね、そういったものにもチャレンジしていくということで、今活路を見出すような取り組みを漁業者さんと頑張っているところです。岩手県って夏はそこそこ海水温は25度まで暖かくなる一方で、冬は下がるときは2度近くまで海水温が下がってしまう、非常にこう温度帯の広い海域なので、これといった業種を今探すのに非常に苦慮をしています。でその中で高水温も強くて低水温にも強いということ で、あとさらに単価も高いということで、ホタテの施設を利用して、生産ができるアサリに今着目をしているということでございます。でそれ以外の魚種もですね、まあ、水面下でいろいろこう基礎研究をしているところなんですが、まあ、なかなかそう簡単ではないというのが現状でございます。基本的に新規魚種っていきなり漁業者さんの方で量産するっていうのはリスクもありますし、難しいものなので、まずは県の水産技術センターとか内水面水産技術センターにおいて、本県の海洋環境に合った魚種を開発しまして、でそれを現場実証しながら、漁師さんの方に技術移転をしていくというような流れを考えています。トラウトは、平成31年度、まあ、令和元年度、その時に、まあ、当時宮古市が、宮古漁協さんに、実証実験ということで委託っていう格好で始めました。でその時が最初取り上げ50トンということで、2基設置して、それをなんか宮古市漁協さんに市が委託して、その時に、まあ、浜所長さんが、ご活躍されて、今さらに1基増やして今年度120トンまで水揚げを増やすっていうことで、今浜さん頑張ってますね。順調に、今日も水揚げ今日10トンですけど、
残り60トンぐらいですか、あとの60トンぐらい水揚げする予定で、7月の中旬ぐらいまで今回水揚げするんですが、まあ、それこそ評判も上々で単価もずっと高い状態ですので、はい、宮古漁協さん今非常に頑張ってくれてるなという状況です。本来であればもう少し抑えて水揚げしていくんですけれども、沖合にちょっと水温が23度以上の高い暖流系のが来てるんで、これこのままにしておくと早く取る後はこう20度以上になるとこう兵士が増えるってこう言われてますので、20度以上になる前にできれば水揚げを終えたいということで、急遽10トンに増やして今水揚げしているところです。だから本来であれば7月の13日ぐらいまで、中旬ぐらいまでの計画で、水揚げしていく予定だったんですけれども、その水温の関係 で現在表面水温で生けすのあたりも 17.8 とか18度とかってちょっと高めになってるんですね。まあ1メートル水深1メートルぐらいになってくるともう 15.7 とかあまり高くはないんですけれども、ただ内方で使っているその配合飼料が浮く餌なので、表面水温が高いと餌をこう食べにくくなる、食べなくなるとやっぱりだんだん痩せていくじゃないですか。そのためにあまり影響が出ないうちに水揚げしてしまおうということで、今日から10トン毎回10トンの計画で、水揚げすることにしてます。一番多く、取れ始めたのはイワシですね。これが震災前に比べるとかなり多く取れていて、今は1万トン、2万トンというところで取れています。あと、サバですね。これが震災後は特に多くなっていて、岩手県で取れる時期も早くなっていまして、昔は6月、7月ぐらい、夏場からだったんですが、今は5月ぐらいから、取れ始めているということで、取れる時期も長くなっているし、量も増えているということで、イワシとかサバとか少し南方系のですね、多角性魚類が増えてきているという状況です。サバ、イワシは、イワシなんかも多いので、サバは冬のサバなんかはやっぱり素が美味しいですし、マイワシも、通年といえば通年、冬にもいっぱい取れるんですけど、冬のマイワシはすごく美味しいですね。なんでただマイワシってやっぱ加工大変というか、加工がそんなに向かないので、いっぱい取れたところでやっぱりそれ加工屋さんたちがどういうレーン組んでいくかですけど、すぐすぐ活用できるかっていうと、それは多分設備投資も必要でしょうし、魚種が変わるっていうとやっぱり設備も変わるので、なのでなんですかね、簡単にはいかないんだろうなと思います。県の方ではですね、その施設整備の点も、国のメニューを活用すれば支援策は用意することはできるんですけれども、必ずその水産加工業者さんの手出しも求められる事業になってしまうので、今のこういった状況だと新しい施設整備っていうのはなかなか厳しいんじゃないかというふうに考えています。で、一方で今ある生産ラインで加工、例えば流用してですね、新しい製品を作るであったりとか、あとはその鮮度の保持の仕方を考えるとか、そういった技術的なサポートを水産技術センターの方の利用加工部でも実施できることになっておりますので、ハード整備を無理に進めるというよりは、新しいその魚種に対応した加工技術の開発であったり、新製品の開発であったり、あとは新成分の抽出であったりですね、そういったことで商品価値を高めて販売して、でそれで新しい商売を生み出してもらうっていうような支援が考えられると思います。代替魚種が増えてきたとしても、メインとなる秋鮭とかサンマスルメイカ、ここが定置網の大きな柱になっていましたので、ここの資源が回復しないとですね、イワシとかブリとかサバが増えたとしても定置の収支は厳しいというような状況になります。
海洋環境の変化もあって結構浜で魚が取れなくて漁師さんが元気がない状態が続いてるんですけども、まあ、それでもやっぱり取れ始めてる魚種もありますし、あと新しいこうアサリとかですね、岩手県海面でも養殖可能な魚種がもしかしたらあるかもしれないので、そういうのまあ小さいことかもしれないんですけど、一つ一つ積み重ねていって少しでもこう水揚げが増えるようにというふうに思って取り組んでいきたいと思っています。その時その時でやっぱりおいしい魚が安くあるっていうのが水産の町なんだと思うんですけど、それが多いなんですかね、やっぱ安く美味しく手に入れるような環境であればいいんでしょうけど、今ちょっとそれが崩れてきてるので、取れない魚を無理に高いお金で買うっていうのはやっぱりだんだん辛くなってくるんだろうなっていう気はしますね。なんでトラウトサーモン、まあ、結構な値段はしますけど、でも食べる価値があるだけ美味しいので、そこは皆さん食べてほしいですよね、うん、我が家の場合はね、最近このトラウトが週に1回、もしくは2週間に1回とかですね、だんだん食卓に定着してきているというのは我が家の実態です。はじめ出荷のトン数がすぐなかった頃はやっぱり高いんです。それと7切れ買うというのは高いんですけどね、ただ今はこうやって一般家庭も手が届くぐらいの単価なので、こううちでは定番になってきている、この5月から7月までの間です。まあ、そこはそこで非常に我が家の食卓にも貢献しているなという部分はあると思います。